どうも、こんにちは。ザワチャンネルです。いや、今日ね、いろいろとね、何喋ろうか考えたんですけれども、高校選抜のね、男子1万メートル、まだちょっと喋り足りないところもあるんで、こちらも喋ってみたいなとは思ってたり、あと、ユニバーシアード、完全スルーしてるんで、多分ね、コメントで、ザワさん、ユニバーシアード、ハーフマラソンは喋らないんですか？ざわつかないんですか？と、間違いなくあると思うんですけれども、ちょっとね、本当すごいですよね。男子に至ってはまだまだ金銀銅独占で、女子もね、金と銅、特に女子の金メダルは宗久由起選手、山口県出身ですからね、おめでとうございます。郷土の誇りというね、いろいろ考えてはいるんですよ。またね、次の動画でね、撮りたいなとは思ってるんですけれども、今日はやはり琵琶湖毎日マラソンのね、リベンジを果たしました。村沢明乃、日清食品北海道マラソン優勝おめでとう。本当ね、日曜日、BS でのね、放送だったんで、しかもね、僕途中までしかね、見れてなかったんですよ。ちょうど村沢選手が35キロ地点で、先頭グループに追いつくぐらいですか、だったんですけれども、しっかり走り切っての2時間14分48秒、見事 MGC 出場権獲得と。本当にね、おめでとうございます。でもね、ちょっとね、記事で広島経済大学監督の緒方監督がですね、またちょっと厳しめのコメントをね、寄せてたんで、こちらをちょっとご紹介したいなと。男女とも公道を使ってペース走の練習をしているようだった。30度超えの、高所だったなら仕方がないが、湿度も低く、スタート時は曇り。男子の村沢は力がある選手。琵琶湖毎日で後半失速した不安があったかもしれないが、ハーフあたりで前に出ても良かったはずだ。今回の条件ならば2時間10分前後が世界で戦えるラインになるだろう。理想に5分くらい足りない以上、今回の走りでは評価できないと。確かに、2時間15分、やっと切ると言ったら、言葉が悪いですけれども、そのタイムで世界で戦えるかと言ったら、そうではないですよ。そうではないんですけれども、僕はね、今回の村沢選手のこの立ち位置ですよね。大会後のね、インタビューでもその辺しっかり村沢選手言ってました。今回は 42.195 キロをしっかりと走る。これがね、一番の目標だったと。だから、序盤、ちょっとスローペースでしたよねって、インタビュアーの人が聞いたんですけども、その辺は全然気にしてなかったと。とりあえず、琵琶湖ではもう35キロから本当ね、急激にペースダウンして、もう競技場ではもう鹿の赤ちゃん状態ですよね。もうフラフラ状態で、もうゴール後にはもうすぐ倒れ込むような、もう瀕死の状態でのゴールだったんで、このあたりがね、しっかりと練習、トレーニングで修正されているのか、自分の足は 42.15 キロを持つのか、これを確認したかったんだと、ちゃんとインタビューで言ってましたんで、これがね、全てではないということをね、緒方監督も、確かに客観的に見れば、緒方監督の目は確かに正しいですけれども、今回の村沢選手のアプローチですよね。この北海道マラソンという大会をどういうアプローチで考えていたかを考えると、これはこれで本当僕は良かったと思いますよ。優勝もしましたからね。調べてみたら、しっかりとその辺はね、評価できると僕はね、思っております。しかもね、村沢選手もやっとこれで、スタートラインに立てたんですと。僕のマラソンはこれからですよと、決意を新たにしてましたんで、これからね、国内の、タイムが出るスピードレースであったり、なおかつね、海外に行ってはペースメーカーがいない中での、この海外の、競合勢とのこの競り合いですか、こういったことを経験して、本当 MGC まで2年あるんで、これは相当なね、アドバンテージですよ。いろいろ試せる、この2年間でね、しっかりとですね、この辺りをね、村沢選手、頑張ってもらいたいなと思っております。いやー、今年はボストンマラソンで大迫選手が、3位に入賞。そしてね、ちょうど1ヶ月ぐらい前に標津ハーフが、北海道であったんですけど、これもね、東海大学、一緒にね、頑張ってきた、早川翼選手が、これ今井選手を振り切って優勝してるんですよね。この辺りね、かなりね、村沢選手も刺激ね、されたんじゃないかなと
思うんですよね。まあ、しかも今回5月末ぐらいに1回故障もあって、ね、順調に、日本選手権に向けてもまあ練習してたらしいんですけれども、まあ、5月末でちょっと故障してしまって、まあ、日本選手権を回避して、まあ、この多分北海道にね、ピークをね、合わせてきたと思うんですよ。まあ、このあたりね、本当苦しいシーズンだったと思うんですけれども、しっかりと、結果ですから、やっぱり求められるのはね、本当ね、そのあたりはね、強化できるんじゃないかなと思っております。まあ、これで、まあ、北海道で2時間10分とかっていうのは本当もう大会記録に近いですからね。何年だ、もう20年ぐらい前に選手がね、外国人選手がまあ優勝してるんですけど、まあ、その時のタイムはまあ2時間10分ですよ、大会記録はね。でもまあ気温もかなり低かったですし、湿度もそんなにという、まあ、好条件でのレースで2時間10分出してるんで、まあ、尾形監督はこの条件ならもうちょっとと言ってますけれども、気温もやっぱね、28度、7度ありましたしね。はい。決してね、そんな走りやすいね、条件ではなかったと思うんですよね。まあ、その中でしっかり勝ち切った。しかも2回目ですから、フルマラソン、マラソン戦ですね。まあ、そのあたりはね、本当にね、評価していただきたいなと思っております。これからのね、村沢選手のチャレンジ、どういったアプローチでね、この MGC に臨んでいくのか、これはね、本当にね、注目集まりますんでね、しっかりと頑張ってもらいたいなと思っております。村沢選手、北海道マラソン優勝おめでとうございました。ザワチャンネルでした。